ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、この世界には奇跡のリンゴが実在するって、知ってたか？奇跡のリンゴ？なんか面白そうなテーマね。どんな奇跡が起きたのか、気になるわ。ここから解説する内容は、一人のリンゴ農家のご主人、木村明憲氏の不思議な体験から始まり、果てはこの地球の終焉までを描いた SF ストーリーのような話だ。すべてを真実として受け止める必要性はない。世の中にはこれほどまでに不思議な体験をした人もいる、というくらいでいい。とても信じられないだろうし、人に話すのもはばかられるかもしれないが、ぜひ今日はそんな話を聞いていってくれ。全く想像がつかない話ね。でもそれだけ前置きをしてくれたんだったら、どんなユーマや怪物が出てきたとしても、すぐに嘘だと思わずにちゃんと聞くようにするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1. キーワード、言葉。木村明憲氏。彼は1949年11月8日に、青森県弘前市で生まれ、現在、おそらく日本で一番有名なリンゴ農家と言っても過言ではない人なんだ。日本で一番有名なリンゴ農家ってすごいわね。とはいえ、私は一人だってリンゴ農家の人を知りはしないから、木村さんのことも当然のように今の今まで知らなかったんだけど、何がそんなにすごいの？何かしらの偉業を成し遂げたからこそ、日本で一番有名になったんでしょ？もちろん、その通りだぜ。しかし、この偉業というのがまさに神の所要。いわく、奇跡のリンゴは腐らないリンゴだと言われているんだ。腐らない？そんなわけないでしょ。果物でも何でも腐らないわけがないじゃない。信じられない話であることは私もよくわかっているぜ。しかし、木村氏のリンゴは、2年間放置しても腐らないと言われているんだ。なぜそんな風に言われているのか。木村氏は、普通の人ではないのかもしれないんだ。どういうこと？詳しくは後で解説するけど、木村氏は優斗であったことのある人物だからな。え？優斗？優だけじゃない。宇宙人にも出会ったことがあるし、幽霊に出会ったこともあるそうだ。え？え？こんな話がある。木村氏が、奇跡のリンゴ栽培を成功させた秘訣などを話す講演会に入場してきたとき、講演会に参加していた複数人の一般客が、木村氏の背後で謎の発光体を目撃しているそうなんだ。謎の、発光体？講演会に参加した人には、木村氏の背後に白い何かが浮かんで見えたらしい。もちろん全員が見えたわけではないが、カメラで白い発光体を撮影する人もいたそうだ。するとそこに何が映っていたと思う？何が映っていたの？なんと、マンダラが映っていたそうなんだ。仏像が全部で6体ほど、円を描くように配置されていたらしい。ちなみに、マンダラは古代インドのサンスクリット語で、本質を有するものという意味があるんだとか。ここでは物ではなく、物かもしれないけどな。木村さんはその謎の発光体が見えてなかったの？どうやら見えてなかったらしい。本人は特に何か特定の宗教団体に属していたわけでもなく、なんでそんなものが自分の背後にあったのか、皆目見当がつかないという様子だったそうだ。たはぁ、木村さんって何か特別な人なのかしら？本人が意図せず、そういうものを引き寄せるってことは特別な人だったのかもしれないな。この6体の仏像が各円の内側は聖域化された場所、という意味合いがあるらしい。その辺のことを考えると、木村氏を守護しているようにも見えなくもない。でももしもそうだとしたら、どうして守られているのか？っていう疑問が出てくるわよね。憶測の域を出ないけど、これから木村氏の神秘体験を解説するにあたって、とあるキーワードが重要になってくると私は感じているんだ。キーワード？どんなキーワードなの？言葉だ。木村氏はこれから、ことあるごとに言葉の重要性を目の当たりにしているように思える。私の個人的な見解で言えば、この言葉こそ、木村氏を特別な存在にした鍵。仏像に守護されたり、奇跡のリンゴを実らせたり、果ては竜や宇宙人と出会ったり、これらすべて木村氏の言葉に感応しているような気がするぜ。言葉ね。了解したわ。まだまだわからないことだらけだけど、言葉に注目して話を聞くことにするわね。ぜひそうしてくれ。2. 奇跡のリンゴ農家、木村明憲氏とは？ことの発端は高校卒業後、上京して数年の年月が経ったある日、木村氏に、実家の父から、農業を手伝ってほしいと言われてからのことだ。それまでの木村氏は効率重視の考え方をしていたらしく、言い方は悪いが、農業は時代遅れの職業と思っていたそうで、帰郷することなんて考えたこともなかったんだろう。しかし帰郷した木村氏は農業に勤しむというよりも、農業に使う、アメリカ製の大出力トラクターの整備などを主に手掛け、実家ではトウモロコシ栽培を営んでいたそうなんだ。さすが、効率を考える木村さんね。
界の力を借りて、大儲けしようってことね。その後、同年、中学校の同窓会が開催され、その席でリンゴ農家である木村家の婿養子になったんだ。これにより晴れて、奇跡のリンゴ農家と呼ばれるゆえんとなった。リンゴ農家へと継いだ木村氏だったが、その人生は波乱万丈そのものだったという。やっぱりトウモロコシ栽培とリンゴ栽培は勝手が違ったってことなの？まあ、一緒なわけないんでしょうけど。いや、波乱万丈な人生を歩む過程で、栽培するものの違いに苦しんだわけではなかったんだ。どうやら、木村氏の道子さんが非常に農薬に弱い体質だったらしくってな。農薬を散布するたびに、体調を崩しては寝込んでしまう日々を送っていて、それを見た木村氏が、無農薬栽培をした方がいいのではないだろうか？と考えるようになったらしいんだよ。しかし、それは非常に難しい茨の道だったんだ。無農薬栽培って、そんなに難しいの？結構、無農薬栽培云々って聞くけど、確かに無農薬栽培を実現している農家は存在する。しかし、リンゴの無農薬栽培に関しては難易度が一気に跳ね上がるんだ。何しろ、リンゴ栽培には、農薬散布は必要不可欠だと言われていた時代だし、これまで誰もリンゴの無農薬栽培に成功した人はいなかったそうなんだ。世界で誰も成功していなかった無農薬栽培に挑戦したってこと？それ、かなり無謀なんじゃないの？だって効率を重視する人なんでしょ？そんな誰も成功していない手法に挑戦することこそ、随分非効率的なことのような気もするんだけど、効率よりも奥さんの体の安否を気にしたのかもしれない。そうでなくても、もちろん農薬は少ないに越したことはない。しかし農薬を使用せずにリンゴ栽培をした場合、商品価値のあるリンゴの生産は、全体の約 3% ほどしかできないと言われているんだ。こんなんじゃリンゴ農家は生活することができない。たった 3% では生活できないわねー。リンゴ畑の規模によれば即刻破産になっちゃうわ。通常であれば、リンゴの農薬散布は、年間合計約14回から18回ほどで、場所によっては年間20回ほど農薬を散布する地域もあるそうだ。そうまでして農薬を散布したい理由は、約10種類の病気と、約13種類の害虫からリンゴを守るためだ。なんか、農家さんの苦労を思えば、仕方なく農薬を使わなくちゃいけない部分もあるってことがわかる気がするわ。無農薬栽培の、ことにリンゴ農家の無農薬栽培の難しさ、そして大変さがわかったところで、木村氏の話に戻そう。木村氏はこれほどまでに大変なことだとわかっていながらも、農薬に苦しむ奥さんのことを思い、今まで世界の誰も成功させたことのない、リンゴの無農薬栽培に挑戦したんだよ。しかし、木村氏はリンゴ栽培に関する書物を読み漁り、勉強したそうだ。そして農薬の頻度を減らすようになり、最終的には農薬散布をゼロにしたんだそうだ。随分思い切った決断をしたのね。これはかなり勇気のいった話なんじゃないの？というか、先代木村家の農夫、つまり奥さんのお父さんは反対しなかったわけ。無農薬栽培に挑戦してみたい、という木村氏に対して、あっさりと、やってみろと承諾してくれたそうだ。なんで？その理由は明らかになっていない。しかし許可をもらった直後から、半年間で約13回も散布していた農薬を一切散布しなくなってしまったんだ。その結果、どうなったか。まさか、奇跡のリンゴが完成したの？いや、全部枯れた。はい？だから、全部枯れた。奇跡は？奇跡はそう簡単には訪れない。農薬散布を取りやめた直後は、リンゴにもそれほど大きなダメージはなく、いけるか？と思えるような雰囲気も一時はあったんだが、木村家のリンゴの木はみるみる枯れ始め、次々とリンゴの木が病気に侵されてしまったんだ。一応、農薬の代わりに味噌や焼酎を散布してみたりして、毎日手作業で害虫を駆除していったけど、何せ畑は広いからな。手作業ではどうしても間に合わず、効果はなかった。え？じゃあ？奇跡は？まだ起きない。なんなら、まだまだしばらく起きないぜ。木村氏はこの後、木村家のリンゴ畑の木をすべて枯らせてしまい、収穫量をゼロにしてしまい、収入がない状態が約10年間も続くことになる。なんでそんなに無農薬栽培にこだわるの？効率重視の人なんでしょ？リンゴの無農薬栽培なんかやめて、別の事業を始めた方が良かったんじゃないの？多分、リンゴの無農薬栽培を諦める道も考えただろうぜ。実際、木村氏はキャバレーの客引きや長距離トラック運転手の仕事なんかをして、生活費を稼ぐこともあったそうなんだ。しかしそれでも、電気代や水道代を支払うのがやっとの状態で、数千万の借金を背負う羽目にもなり、心身ともにボロボロの状態だったそうだ。そりゃそうでしょうよ。こんなのもう、生きる気力すらなくしちゃうわよ。しかも自分のところの畑の害虫が、
他の農家さんの畑にまで影響を及ぼす危険性も兼ね備えているわけだからな。周囲の農家さんからも、かまどけし、ご当地の方言で、破綻者、愚か者、と呼ばれるようになったんだそうだ。しかし、それでも木村氏は無農薬栽培を諦めなかった。その結果、トラクターや自家用車、リンゴの輸送に使用していた2トントラックを売り払う羽目にまでなってしまった。奥さんだけではなく、木村氏の子供たちさえもが貧困にあえいでいた。なんでそこまでして無農薬栽培をしようとするのよ。おかしいでしょ。こんなの。そのうち本当に自丸まで考えちゃうんじゃ。そう、木村氏は自丸することになる。と言っても、未遂だけどな。1984年の夏、ついに道にも追い込まれてしまい、自丸をするために首を吊る用のロープを持って、岩木山の中をさまよったそうだ。もうそこまで追い詰められていたのね。しかし死の間際に、木村氏は岩木山の自然を見て、ふと思った。どうして山の木には虫も病気もないんだろうか？と。は、言われてみれば確かにそうね。畑には病気なんかが蔓延することはあるけど、山の木に病気がどうとか、害虫がどうとかっていう話は聞かないもんね。考えてみたら、野生のリンゴってあるわよね。ほとんどが栽培されているものだが、野生のリンゴは確かに存在する。木村氏は野生のリンゴを見つけたわけではないがな。木村氏が見つけたのは野生のどんぐりだった。そのどんぐりを見て、木村氏はその周辺の土を掘り返してみると、崩れてしまうほどに柔らかい土壌になっていた。その時、木村氏はこう考えたそうだ。この土を再現することができれば、リンゴが実るんじゃないか？と。それ以降、木村氏は可能な限りリンゴ畑の状態を山の状態に近づけようとした。そんなこと、簡単にできるの？山の状態に意図的にするなんて方法。探すだけでも一苦労よ。いや、山の状態に意図的にする方法は簡単だよ。要するに自然のままの状態にすればいいんだから。人の手から離れれば、時間とともに山の状態に近づいてくるもんだ。だから木村氏は草を刈らずに放置して、リンゴの根に負担がかからないように重機の使用をなくした。じゃあ、本当に木村さんは何もしなかったの？唯一、木村さんが取り組んだことは、大豆の根粒菌散布をすることだったそうだ。つまり、大豆を撒いたわけだな。それだけ？それだけでいいの？それだけらしい。それだけしかしてないのに、1986年にはようやくリンゴの花が咲き始め、二つの果実は実ったそうなんだ。その後1989年になると、完全にリンゴの無農薬、無施肥栽培に成功し、以降、今まで不可能だと言われ続けていた、奇跡のリンゴ農家として、世に知れ渡るようになったというんだ。ようやく、苦労が報われたのね。さて、ここまで木村氏が無農薬、無施肥栽培に成功した経緯を解説してきたぜ。しかし、木村氏の栽培するリンゴが、奇跡だと言われる理由はこれだけではないんだ。嘘でしょ。これだけでも十分、気象転結を成してる話だと思うんだけど、これ以上にまだ何かあるの？それじゃあここからは、木村氏が実際に体験した神秘体験について解説していこう。3、木村氏の神秘体験。さてさて、ただでさえ不可能だと言われた、リンゴの無農薬、無施肥栽培を成功させた木村氏のさらなる秘密について、今から紐解いていくわけなんだが、きっと今まで解説してきた以上に、信じがたい内容が列挙されるだろうからな。心して聞いててくれ。わ、わかったわ。実は、木村氏はつどつどでスピリチュアルな体験、神秘的な体験をしていることでも有名な人物なんだ。さっきも少しだけ話題にしたけど、最初の神秘体験は木村氏が高校2年生の時の話だ。木村氏は、ユートであったとされているんだよ。ユート、そういえば、さっきそんな話をしていたわね。それは夢の中でってこと？いわく、高校2年生の時の木村氏は学校から歩いて帰っていた。いつもと何ら変わらない帰り道で、その時は対面から一人の男性が歩いていたそうだ。その男性ともうすぐすれ違うという時に、その男性は片足を上げたまま静止したそうだ。驚いた木村氏はその男性をよく見てみると、静止しているのはどうやら男性だけではないと気がついた。もしかして、木村さん以外の全部が静止した。ってこと？まるでジョジョネタのような、フィクションのような話だが、その通りだ。木村氏は静止した時間の中で竜を見たんだそうだ。その竜は木村氏に向かって、何かを語りかけ、その後すぐに空に向かって登っていき、雲の中に消えていったんだそうだ。夢の中でそんな風になったんだとしたら、まだ信じられるけど、本当にそういう体験をしたって言われてしまうと、どう受け止めたらいいか、そういう気持ちになるのも頷ける。そうなって当然だからな。しかし木村氏はこの件について偽っている様子はなく、
当時のことを淡々と話していたんだとか。で、スピリチュアル的な観点から、この、竜との出会いについて考察してみると、竜が使命を伝えるために姿を現した、という見方ができるんだ。つまり、木村氏に使命を伝えるために来たんだと。何のために生きているのか、何のために生まれてきたのか、そういうことを伝えに来たってこと?と、考えられる。ちなみにその時、竜に言われたこととは、この時、竜が話したことを誰にも喋ってはいけない、と言われたそうで、その忠告通り、竜がどんなことを話してくれたのかは、未だに木村氏の口からは出てきていないそうなんだ。何を言われたのか、気になるわね。ちなみに、使命に目覚めるという点については、かたくなにリンゴの無農薬、無施肥栽培にこだわったことも、見ようによっては、使命を全うする姿のようにも見えなくもないぜ。そして、竜との出会い以外にもスピリチュアルな体験をしているんだぜ。木村氏は、何度も UFO を目撃している人物でもあるんだよ。UFO? なんだか、奇跡のリンゴの丘から随分話が飛んでいってる気がするわね。木村氏曰く、無農薬栽培を開始する少し前に、自宅の玄関先から上空100メートルほどの場所で、オレンジ色の発光体がその場でくるくると回りながら、移動している様を目の当たりにしたんだそうだ。驚いた木村氏はすぐに家の中に入って、家族みんなに、外に出てみろ、と声をかけたそうなんだ。そりゃそんなものを見かけたら、家族に声もかけるわ。で?家族の人も同じものを見たの?見てないの?これはすごく重要よ。他の人が見ているのか、見ていないのかってことは、ああ、その場にいた9人全員が目撃しているぜ。どうやら UFO らしき飛行物体は、木村氏の家を横切るようにして飛んでいたんだとか、そしていつの間にか消えてしまっていたと言われているぜ。またこの日以降、何度も UFO らしき飛行物体を目の当たりにしたそうで、木村家にとっては、UFO は存在するしないという次元のものではなくなっていたんだ。日常的に UFO を見ているだなんて、ちょっと羨ましく感じちゃうわね。当の本人からしてみれば、そんないいもんじゃないかもしれないぜ。私だったらちょっと怖かったり不気味に思えてしまうだろうな。まあ、人伝いに話を聞くのと目の当たりにするのとでは違うわよね。で、UFO をそんなにも目撃するってことは、宇宙人からの何かしらのメッセージがあるのかしらね。当時の木村氏はそんなこと夢にも思わなかったそうだが、後に木村氏は宇宙人と対面することになるんだぜ。これって、全部本当の話なの?マジで宇宙人と対面するの?そのようだ。しかしそれはまだ先の話。宇宙人に会う前に、木村氏は幽霊に出会っているんだ。この世界の都市伝説と言われる存在に次々と出会っているじゃないの?しかも幽霊と出会うって何?取り憑かれちゃうってことなの?というわけではなく、どうやら車の助手席に乗っていたそうだ。え?木村氏が服用で長距離トラック運転手をしていた時に、対向車線にいた、同じく長距離トラック運転手から、パッシングされて呼び止められたことがあるそうだ。話を聞くと、助手席に誰を乗せてるんだ?と聞かれ、誰も乗せてないが?と答えたところ、あれを見てみろと言われ、自分のトラックの助手席を見てみると、確かに誰かが乗っていたんだ。しかしそれは人ではなく、白くぼんやりとした何かだったらしい。それでどうなっちゃったの?教えてくれたトラックの運転手から、次のドライブインで降ろしたら?と言われたらしい。冗談言ってる場合じゃないでしょ。ネタかと思うような話だが、実際にそう言われたそうだ。で、言われるままドライブインに入り、商用施設の中に入って店員さんに、まだトラックの助手席に乗っているかどうか確認してもらったところ、未だ助手席にいたらしく、店員さん曰く、今日、死亡事故があった場所から連れてきたんじゃないか?という話になったんだ。その事故現場は、実際に通過したの?通過したどころか、そこでトラックを停車させて、立ちションをしていたらしい。要するにその行為に起こった幽霊が、助手席に乗り込んできたんじゃないか、という話になったそうだ。何度も確認するようだけど、ネタじゃないのよね?ネタではないな。木村氏はその話を聞いた後、事故現場に戻ると、確かに花が備えられていたんだ。そこに思いっきり、おしっこをかけていたんだそうだ。どうやら暗くてよくわからなかったらしい。木村氏はその後、誠心誠意謝って、ジュースをお供えした。すると、もしかして、幽霊が消えた、と、消えたらしい。この体験から、木村氏はこう思ったそうだ。誠心誠意言葉を紡げば、動物や植物、どんな相手にだって伝わるものだ、と。実際、木村氏が奇跡のリンゴ栽培を実現するまでの過程で、木村氏がリンゴの木、一本一本に感謝の言葉を述べたことがあるそうだ。その心意気は非常に大切だとは思うんだけど、幽霊に出会った割には随分のんきに思えるわね。竜や UFO に出会ったからこそ、
そこまで気にならないのかしら。余談だが、リンゴの無農薬、無施肥栽培に成功した時、声をかけたリンゴの木はしっかりと実ったが、声をかけなかったリンゴの木は枯れてしまっていたらしい。このことからも、言葉の力は侮れないと思ったそうだ。そんなことある？明らかに人ならざる何かの力が影響しているのかな？お？霊夢もそう思い始めたか？明らかに色々起きすぎているからね。そうも思いたくなるでしょ。だってこの後、宇宙人にも出会うんでしょ？そうだ。リンゴの無農薬、無施肥栽培に成功させた後、農作業を終えた木村氏は原付バイクに乗って帰路に着いた時、目の前に人間ではない二人組の何かが立ち塞がった。いや、様々な神秘体験を繰り返してきた木村氏にとってみれば、目の前の二人組が宇宙人であることはすぐに分かったそうだ。その姿は、よく聞く、グレイと呼ばれている宇宙人の姿をしていたらしい。その二人組は鼻と口はなく、目だけが光っていたという。さすがの木村さんも、宇宙人と対面した時には恐怖を覚えたんじゃないの？怖すぎるでしょ。ああ、さすがの木村氏も恐怖を覚えたそうだ。バイクを加速させて突っ切ってしまおうかとさえ思ったらしい。しかし、対峙した二人組の宇宙人が独自の言語を話した時、木村氏の脳内にはっきりと聞こえてきたそうなんだ。私たちはあなたに危害を加えるつもりはありません、と。本当に SF 映画のような展開ね。ここまで来たら、何を言われても驚かない謎の自信があるわ。で、この後、木村さんはどうなっちゃうの？どうもならない。この場ではな。この場では？いわく、二人組の宇宙人はすぐに姿を消したそうなんだ。しかしその後、不思議な夢を見たそうだ。夢の中で、ギリシャ神話に出てくるような服を着た男と出会ったらしい。その男は言う。君を待っていた。ぜひ君に手伝ってほしいことがあったんだ。その板をこっちに運んでほしい、と。夢の中で木村氏は言われた通り、板を運んだらしい。その板はかなり重たく、大変だったそうだが、無事に移動させることができた。すべての板を運び終えた時、木村氏は男に尋ねた。この板は何ですか？と。すると男は答えた。これはカレンダーだ。地球のカレンダー。一枚で地球一年分のカレンダーだ、と。木村氏は尋ねた。これで全部なのですか？これだけなんですか？と。そこで夢から覚めたそうだ。なんか、一気に話のベクトルが変わった気がする。これ、地球のカレンダーがないってことは、地球が滅亡する日にちがすでに決まってるってことなんじゃないの？そう、思えるよな。木村氏はこの時のカレンダーの枚数を覚えているそうだ。その木村氏曰く、案外早く、地球は終わりを迎えるんだなぁ、と。覚えられる枚数しかなかったの。ただ、この枚数に関しては、口外してはならないと男に言われているそうで、こちらもまた、木村氏は堅くなに口を閉ざしていたそうだ。気になるわー、めっちゃ気になるー。言うと思ったぜ。でももう少しだけ話を聞いてけ。そしたらわかるかもしれないからさ。何かヒントのようなものがあるの？教えて教えて。その後、リンゴの無農薬、無施肥栽培に成功した頃、木村氏は再び二人組の宇宙人と出会ったそうだ。そして今度は、UFO の中に連れて行かれたそうだ。UFO の中には、木村氏の他に白人の女性と白人の男性がいたらしい。白人の男性は軍人だったらしく、二人は台の上に裸で寝かされていたんだとか、そこで何かを観察されていたんだと、木村氏は操縦室のような場所に連れて行かれたらしい。そこで木村氏は、夢の中で見た地球カレンダーと全く同じものを見かけたそうだ。夢で見たものが UFO の中にもあるだなんて。じゃあ、木村氏に何かしらの存在が伝えようとしているのかしら？地球が終わる日を。でもそれを誰にも伝えられないんだったら、なんで伝えようとしているの？真面目に考えれば考えるほど、わからなくなるわねー。じゃあここで一つだけ、ちょっとした噂について言及しよう。木村氏は優との出会いや宇宙人との出会いは話してくれるものの、その中に存在する、口外してはならないという NG ワードは、木村氏は堅くなに口を閉ざしているんだ。しかしたった一回だけ、漏らしてしまったとも言われているんだよ。どんなことを言ってたの？2032年、と。今が2024年だから、あと8年で地球が終わっちゃうの、と、噂されているぜ。ちなみに、この時、UFO の中にいた白人女性はテレビ出演していたらしく、UFO に連れ去られたことがある、と告白していたそうなんだ。その時の内容が木村氏の記憶と合致していて、白人女性は、メガネをかけた東洋人男性がいた、と語っていたらしい。それってもしかして、木村さんのこと、だと思われる、と。まあこんな感じで木村氏は不思議な体験を講演などで話してくれたんだ。これを信じるか信じないかは私たちに委ねられているが、
嘘を話している風にも見えないんだよな。私も最初の方は、何言ってるのかなって感じで聞いてたけど、ここまで振り切って話をされたら、本当なのかななんて思えちゃってきたわ。そう思ってくれて何よりだぜ。それじゃあここで最後のテーマ、地球最後の日が記されたカレンダーについて考察していこう。おう。4. 地球最後の日が記されたカレンダーの正体とは？さて、それじゃあ最後のテーマ、地球最後の日が記されたカレンダーの正体について考察していきたいんだが、これまでの木村氏の人生と、神秘体験に基づいて考えるべきだと思うんだ。言われてみれば、確かにそうね。リンゴの無農薬、無施肥栽培と、神秘体験を繋いでいるのは木村さんだけなんだから、そこにヒントがあると思うのは当然よね。リンゴの無農薬、無施肥栽培の成功の秘密は、リンゴの木を最大限いたわることと言っても過言ではないと思う。リンゴの木に話しかけることもそうだし、リンゴの根に負担がかからないように重機の使用を控えるなど、まるでリンゴの木を同じ人であるかのように接している。育てるというよりも、共に過ごしているかのようだ。確かにそれは思ったわ。リンゴの木にまるで意志があるかのように接していたわね。木村さんの行動一つ一つに思いやりを感じられるわ。一方で、木村氏は幽霊にしろ、宇宙人にしろ、はたまた夢の中に出てきた男にしても、すべての神秘体験の中で対話を試みているし、コミュニケーションをとっている。木村さんにとって、幽霊も宇宙人も、通じる通じないに関わらず、言葉を尽くそうとしている節がある。そして幽霊には木村さんの思いが通じたみたいだし、宇宙人や竜からは何かしらのメッセージを受け取っているしね。その結果として、他の人には真似できないような奇跡のリンゴを栽培することに成功している。腐らないリンゴを栽培するという奇跡の存在が、同時に地球最後の日が記されたカレンダーの存在も、否定できないものにしているのかもしれないと、私は感じているんだ。確かに、魔法が存在する世界観の中で、魔物の存在を否定できないようなものよね。そんな感じだな。だからこそ木村氏が一言、2032年と漏らした意味は深いかもしれない。何かしらの理由で、地球最後の日が訪れる可能性を秘めているわけだし。宇宙人が攻めてくる、とか？わからない。もしかしたら、その時、言葉が通じないということで最初から対話を拒んで、争いに発展した結果、地球がなくなってしまうのかもしれない。ザ・メッセージという映画があるんだが、その世界でも対話を拒んだ結果、戦争になっていってるからな。木村氏の神秘体験は、やっぱり地球外生命体からの警告、ってこと？その警告を人類に伝える代わりに、奇跡を起こさしめたとか？まあ、霊夢の言う通り、かなりぶっ飛んだ話すぎて、どこまで真面目に受け止めればいいかわからない話だけどさ。今は2032年に何が起こるのか、静観するほかないと思うぜ。未解明な部分が多すぎるからな。奇跡のリンゴ農家が体験した、地球最後の日が記されたカレンダーの正体。いつか私たちにもわかる日が来てほしいわね。それがたとえ、地球最後の日の前日であったとしても、だな。今回は奇跡のリンゴと木村さんの不思議体験について解説してきたけど、どうだ？噛み砕いたつもりだが、やはり難しい解説になってしまったぜ。正直、神秘体験の部分は信じるか、信じないか、受け取り手に委ねられていると思うわ。ただそれだけに、リンゴの無農薬、無施肥栽培が成功するまでの経緯は分かったし、思いやりの大切さが神秘体験にもリンゴ栽培にもあったと思うの。そんな中、湧いてきた謎の地球最後の日が記されたカレンダーの存在。人は未知なるものに遭遇した時、対話を拒絶してしまいがちだからな。映画、ザ・メッセージのようなシナリオであれば、2032年が地球最後の日にならないかもしれないわね。いずれにしても、本当に神秘体験は謎が多すぎて、想像が無限に広がってしまうもんだ。さらに詳しいことが知りたければ、木村氏の本や講演に参加してみるといいぜ。まずは本から読んでみるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。